どうもー、篠田由香でーす。どうもー、舘涼太でーす。はい。はい、ね、このノリ、今僕ら2人でこうやって撮ってますけれども、シンパラドットコム動画企画。第2回。第2回です。はい。ね、第2回はちょっと前回とは変わったことを言って。うん、はい。持ってきた？持ってきてない。何を？夏っぽいことするから持ってこいと言ったのを。ああ、よかったよかった、持ってきた。持ってきた。持ってきた。今日は、はい、あの前回がちょっと一人っきりでやらしちゃったじゃない、ゲーム。はい。すごい PC 渡して。はい。ちょっとひどかったなと反省をしまして。よかった。今日は、はい、篠田由香こと、はい、ザリエルの、え、篠田由香です。ザリエルのすごいいいところを見したいなと。ちょっとイメージビデオ的な感じでね。それはそれでまたなんか違わない？イメージビデオ的なね。それはそれで違うよね。なので、うん、浴衣を着た篠田由香の、由香だけに、うん、由香だけにな。何？はい、みんな、そういうわけで、うん、あんまり前振りも長くしても仕方がないから、はい、じゃあこれから篠田さんにはちょっと着替えてきてもらって。はい、わかりました。ちょっと夏っぽい感じのビデオをこの会議室で撮っていこうかなと、イエイイエイ、思います。みんな楽しみにしててね。よろしくね。これちょいちょいちょい見ない見ない。じゃあ着替えて。え、はい、あ、うん、はい、時間結構もうしてるからさっさと着替えて。やな感じ、ほんと早く。はい、イエイ、着替えてきたよって言っても自分の着付けだからちょっと微妙かもしれないけど、イエイイエイイエイ、はーい。というわけでなぜか今は一人です。まあいいや。なんでかわからないけど写メ撮っとこうと思います。うい。お、何してんの？うん、写メ撮ってた。着替えた。着替えた。もう着替えてきた。というわけで、おかしくない？夏っぽいことやってもらいたいと思って。うん。今日はこれやってもらいたい。これ最近出たゲーム。うん。やってもらいたい。はい。やだ。これにも入れといたから。これ私の iPhone。うん、これ入れといたから。最低。もうちょっとさ、楽しい企画だと思ったんだけど。じゃあ俺カメラの準備するから。うん。え？そうだよね。どうせそうだよね。うん、あ、舘さん、パスコードわかりません。紹介してこれ。はい。最低ですよ。はい。今日渡されたゲームは実写樹海からの脱出ゲーム。最低。もうジャパニーズホラー嫌いって言ったのに見えるかなこれ。なんで？もうちょっとさ、こう浴衣着てるんだからさ。呪われた樹海で起きた壮絶なストーリー。こうしようかな、こうしようかな、ちゃんと読んだ方がいいもんね。これ映ってる？映ってる。うん。エイタが目覚めるとそこには鬱蒼とした深い森の中だった。全身を突き抜ける悪寒と強烈なめまいに襲われる。ここはどこなんだ、なぜここにいるのか。昨日は彼女のアイナと会っていたはずだが、いつからか記憶がない。
もしかしたらアイナもどこかでさまよっているのか。そう思ったエイタはアイナを探すことにした。殺してやる。きしむような樹海の雑音の中、何かが聞こえたような気がした。はい、じゃあそれだけで早速やっていきたいと思います。やだ。じゃあこれ渡すから、いつもの感じにしますんで。いつもの感じ。はい。じゃ、押しちゃった、ごめんなさい。とりあえず樹海からの脱出、一応なんだっけ、ヘッドホン推奨って書いてあります。おそらくささやき声とかが出てくるんじゃないかなって思います。とっても嫌なとっても嫌な感じでビビらせてきますね。やります。第一章。なぜだ、いつもそうだった。俺が一番かわいそうに思わせる。主人公のエイタになっていなくなっちゃった彼女を探すみたいです。アイナを探さなきゃっていうことで今から動くんですが、とりあえず画面はこんな感じです。どう動くのかな。画面を押すと、それについて、それについて何かコメントが下に出るようです。一応、気味が悪い森だなって言ってます。あー、きついこれ。なんか、あれですね、音が、聞いてる？音がさ、ホラーゲームみたいにすごい今来るよって来るのが、何、今来るよ今来るよっていう、なんていうの、フラグが立ってる感じがすごい嫌です。一応所持品が見れたり、一応地図もあるみたいです。音が嫌だな、これ本当。一応じゃあ、明らかになんか、明らかにありそうな、何？光ってるバッグを押したいと思います。アイナのカバンだ。なんでこんなところに。なんででしょう。一応所持品の中を開けていったらノートが出てきて、何か書かれているみたいだけど破られていて読めないっていうことです。あとなんか写真の切れ端かな、なんか手に入りました。さっきの見た地図で
地図でなんか場所を移動するみたいです。地図を押して次のコマを進めると移動できました。さっき見えたあいつは一体、そもそもなんで俺はこんなところに。さっきオープニングの映像でなんかフードをかぶった男が見えたんですけど、多分そいつのことを言ってるんじゃなかろうかと思います。また写真の切れ端を手に、おお、入れました。とりあえず今私はどこで何をしていいか分からずすごいさまよっているんですけど、どのフィールドに行っても実写でできてて、この森のなんていうんですか、風の吹き抜ける音がとても嫌な感じです。もうどこ行けばいいの？ね、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 すごい心臓の音がする。なんかゲーム内で心臓の音がすごいするんですけど。さっきと風景変わってないと思うんですけど、すでに樹海に迷ってます。もういい。え、なんか多分時間が経つごとに何か出てくるのかな。いや、場所が変わってるのかな。地図は5マップしかないんですけど、なんか移動するたびにいろいろ変わってて、見えるかな、何か藁人形があります。所持品でペンダント調べたいと思います。写ってないな。所持品でペンダント調べたいと思います。何か入ってました。あ、何か起きそうな予感。いろいろと集めたら写真が完成したんですけど、絶対に怖いゲームだから何か起きる気がするんです。押したいと思います。ん？何も起きない。襲われたみたいです、誰かに。嫌な感じ。なんかさ、あの1秒しか映んないような画像がいっぱい入ってくるんですけど、すごい怖い。
なくない？主人公もおかしくなってきたんですけど、見える？真ん中に首を吊るような輪っかがあるんですけど、何もない、早くここから出ようって言ってるんですけど、あるよ、あるし、あ、なんかいわくつきみたいで怖いけど、罠ゲット、ゲットしないで、これ罠ゲットしました。ん、罠、縄です、縄もうやだ、クマちゃん、クマちゃんが落ちてるよ、子供が好きそうなぬいぐるみだ、でもだいぶ痛みが激しい、ボロボロだ、悲しい、カラスがいた、光るものを持て、懐中電灯とかじゃないの、落ちてないんだもん、あ、落ちてたいいこと言うね、落ちてた、懐中電灯だ、明かりがなく、明かりも問題なくつくみたいだ、よし、さっきの場所はここを照らしてみたいと思います、勘弁してくれよ、こっちだよ、怖いよ、お兄ちゃん助けてよ、お兄ちゃんここから出してよ、助けてったって、穴から子供引っ張り上げるのに使えそうなもんなんてあったか、生きてるらしい、よかった、生きてた、あるよ、縄があるよ、お兄ちゃん縄持ってるんだ、たださっき輪っかになってたやつだけど、ちょっと画面通り、え、画面遠い、いやいやいや、これおかしいでしょ、画面遠い、いやもうちょっとちゃんと見て、あのね、ほんと変な汗出てる、もう画面これ使うから画面遠い、もうこれ見てよ、だっていやだってば、これ映してもいいのかな、いいんじゃない、うん、いやじゃない、痛くないよ、見たくないよ、これきつい、きついよ、縄と懐中電灯を穴の中に落としてしまった、バカじゃないの、この距離でいいですかね、しばらく遠いね、やだ、きつい、大丈夫、今日は一人でやってるわけじゃないから大丈夫、でもね、一人でやっててもね、いや一人でやってたら本当きつかったなと思うんですが、二人でやってても意味はない、
分君の大切なものはもう全部持ってるんだ。私はこのゲームに行き詰まった気がするので、この辺で締めたいと思います。このゲームはとても怖くてびっくりするので、電車の中では絶対やらない方がいいと思います。ちょっと待って、なんかさっきから画面からだったんだけど、後ろに影がなんか違う。マジでなんだろう。やめようよそういうの。いや本当に。なんだこれ、モザイクみたいなの。以上、篠田ゆかの第2回動画浴衣配信。罪悪だよ。どうでしたか？とても罪悪でした。じゃあ今後はちょっと、もうちょっと楽しいゲームが嬉しいです。また選んでくね。編集長に選んでもらいたいな。それ、編集長からのおすすめアプリ。嘘。なんで嘘。ガチで。もう他の社員さんに選んでもらおう。ねえ、そうしよう。そうしよう。はい、じゃあもう。なんだろうな、さっきから本当に後ろに。もう騙されないから、もう騙されないから、やんないから。では長々と見てくださってありがとうございました。疲れた。あ、ごめん、録画してなかった。嘘、マジで。最低。嘘。あ、よかった。もう一回やるのかと思った。はい、以上です。はい。また次回作にご期待ください。バイバーイ。